さあ頑張ろうぜ。お前は今日もどこかで不器用にこの日々ときっと戦う。頃仕事は忙しいのかい。どうだい神さんは元気か。子供は大きくなったかい。実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ。昔みたいにお前と歩く夢を。そやあの頃は俺たちの時代を築こうなんて話を何時間でも語り合って飽きなかったな。そしてそんな時間こそ本当は俺たちの